ザ・ドリーム・チャプター・マジックは韓国の5人組男性アイドルグループ Tomorrow, X Together の韓国でのファーストスタジオアルバム。2019年10月21日にビッグ、ヒットエンターテイメント、ドリーマス・リパブリックレコードからリリースされた。本作はデビューミニアルバムであるザ・ドリーム・チャプター・スターに続いて Tomorrow, X Together が成長する中で向き合う 経験の物語が展開される。さらにこのアルバムからは、魔法のようなな冒険談が語られ、自分たちと似て非になる友人と出会ったメンバーが、共に過ごしながら起こる魔法のような瞬間、そして彼らの経験する変化や混乱、爆発する感情などを一緒に共有しながら、少年へと成長していく様子が描かれている。今回のリリースより発表された、 グループのゴ本作に収録されている全8曲には、R&B、トロピカルハウス、アコースティックポップ、ヒップホップミュージックなど多岐にわたる音楽ジャンルが用いられている。自分たちの世界のルールは自分たちが作りたいという意味を込めたニュールールズは、クルービーなジャムから始まり、シャウトアローン、アンセム的なコーラス、そしてトラップを取り入れたフックへと変化していく。タイトル曲である、 Q&3 q u a r ー e r s はニューウェーブのバイブスを取り入れたシンセポップでポップロックにフィーチャーしたシンセポップとなっている。また友人同士で共有する神聖な瞬間の中に強さを生み出すことをテーマにしており、JK ローリングの小説ハリー・ポッターシリーズに登場する9番線を連想させる。怖いが楽しい瞬間をローラーコースターに当てはめたローラーコースターは ハウスミュージック、ポッピンスターは、バブルガムポップ、Can't We Just Leave the Monster Alive、マジックアイランドは、エレクトロポップ、20センチメートルは、R、R&B バラード、天使と悪魔の声が頭の中で争う、エンジェル・オア・デビルは、バウンスミュージックとヒップホップとなっている。発売日である10月21日に公開された、Q、Q&3 Quarters ーーのミュージックビデオでは、 メンバーが魔法を使うことができる新しい世界に行く高校生として描かれている。ミュージックビデオはキムウイが監督と制作を行った。11月17日に公開されたマジックアイランドのミュージックビデオでは約14分にわたる長編の中で制服を着たメンバーが共に冒険をしマジックアイランドへと行くストーリーが展開される。ミュージックビデオはジギペジが 監督と制作を行った。11月28日に公開されたエンジェル・オア・デビルのミュージックビデオは歌詞とタイトルの二面性を追求したものでメンバーが天使か悪魔かを議論しながらエネルギッシュな振り付けを披露している。10月1日にディザー映像が YouTube で公開されファーストスタジオアルバムである本作の全世界同時リリースが発表された。10月3日には コンセプトトレーラーが公開され、メンバーのパフォーマンスとプロジェクションマッピングが融合した重力を無視するような振り付けを披露した映像が公開された。同時に、今回のアルバムでは、サンクチュアリとアルカディアの2つのコンセプトでリリースされることが発表された。10月7日には、サンクチュアリのコンセプトである、昼間の学校をイメージしたメンバーの写真が公開された。 その翌日には、アルカディアのコンセプトである、暗いイメージのメンバーの写真が公開された。両コンセプトともに、逸脱を夢見るメンバーの姿が描かれている。10月11日には、全収録内容、10月17日には2つ目の、ディザー映像、10月18日には、プレビュー映像、発売日である10月21日には、Q&3Quarters の、 ミュージックビデオが公開された。アルバム発売後は11月13日から16日にかけてマジックアイランドメンバー個別のディザー映像が翌日にはマジックアイランドのミュージックビデオ28日にはエンジェル・オア・デビルのメンバー個別のディザー映像とミュージックビデオが公開された。発売日である10月21日より Q&3 クォーターズニュールールズ エンジェル・オア・デビルのプロモーションが開始され、同日にソウル特別市西大文句の4世代学校コンサートホールでライブを行った。10月29日 SBSMTV の座賞で Q&3 クォーターズが1位を獲得した。ハリー・ポッターの冒険の出発点からインスピレーションを得た Q&3 クォーターズは鈍いきらめきから始まりポップロックのパートへと移り、 パンキッシュなインストゥルメントが風変わりなエレクトロニック要素と甘いハーモニーとの血統を繰り広げながらメンバーの幻想的に歪んだボーカルを強調している。この曲の全てが刺激的で見事に融合されたサウンドスケープは聴くものに魔法をかけ決して飽きさせないサウンドに仕上がっている。TH ビルボードビルボードはこのアルバムをこのテーマにインスパイアされた複雑で変化に富んだ。 サウンドスケープで、グルーブ、パンクポップ、R&B、ハウス、その他幅広いジャンルの要素が散りばめられており、スビン、ヨンジュン、ボムギュ、テヒョン、ヒュニン会の5人は、今年最も音楽的にエキサイティングな新人アーティストの一人として、自分たちの側面をより多く共有していると、表している。クリスタルベルは MTV の取材に応じ、 このアルバムのジャンルの折衷的なミックスについて、彼らの特徴であるエネルギーとスタイルを完全に失うことなく、グループのサウンドを多様化させていると評価している。タイトル曲である Q&3 Quarters は、デイズドの2019年のベスト K-POP 曲20曲に任意を記録し、同志はこの曲をシームレスに織りなされた時期的な衝動感があり、 絶望と反抗の光のようなミックスで炸裂するコーラスではメロディを追いかけるようにフックの効いた火花が散りばめられていると評している。ビルボードはザ25ベスト K ポップソングズオブ2019クリティックスピックスのリストに同曲を収録しマジックアイランドは MTV のザベスト K ポップ B サイズオブ2019のリストに収録された。本作は ガオンアルバムチャートで、初週1位を記録し、初週売り上げ12.4万枚を突破し、前作のザ・ドリーム・チャプター、スターに続く2枚目のチャートトップアルバムとなった。また、ビルボードのワールドアルバムチャートで3位、トップヒートシーカーズのアルバムチャートで6位を記録した。また、本作に収録されている四曲が、ビルボードワールドデジタルソングスチャートにランクインし、タイトル曲、 Q&3 q u ー r ーターズが2位を記録した。さらに、ニュールールズが16位、2 0トルが18位、エンジェル・オア・デビルが21位を記録した。日本では5600枚、韓国では202302枚、アメリカでは2000枚を記録した。ありがとうございます。